尾崎健県は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属している、調教師。愛知県豊明市出身、成城高等学校卒。1991年9月、高校卒業後サラリーマン生活を経て、JRA 競馬学校休務員家庭に入学する。1992年1月、立東、飯田昭弘旧社所属の休務員となり、3月には、 長京急務員となる。1994年6月、長京助手となる。1997年2月、立党森秀幸旧社の所属となる。2006年2月、長京師免許を取得する。2007年3月、旧社を開業する。初出走は、3月10日でノーモアクライが2着となり、翌11日、ワンダーアップロが勝利し、 延べ3投目での初勝利となった。2007年5月、第52回慶応杯イスプリングカップを、エイシンドーバーが制止 JRA 重賞初勝利を、挙げる。旧社会業から2ヶ月余りでの快挙となった。2008年10月、金沢競馬場で行われた白山大賞天を、スマートファルコンで制し地方競馬のダートグレード競争初勝利を挙げた。二千十一年四月、 長男である尾崎彩成が競馬学校に30期生として入学した。2014年2月に卒業したが、怪我の治療に専念するため、機種デビューは2014年4月にずれ込んだ。4月19日の阪神競馬第7レースで県の管理するケルン 4T で初勝利を挙げた。ありがとうございます。